実際に修理されて、わあこれは分からなく治ったと、ありがとうございますと言われた時に、やはり、まあ、この仕事をしてよかったなと、で、まあ、自分たちも世の中に少しは役に立ってるんかなということを感じます。塗装業界に足を踏み入れておよそ40年の村田さん、もともとは計測器メーカーに勤務していましたが、兄の、まあ、要請というか、帰ってですね、手に職をつけた方がいいんじゃないかということで勧められて、この業界に入りました。ゼロからのスタートでした、はい、ゼロからのスタート、世界は180度変わった。とにかく先輩の塗装技術をしっかり見て学ぶ毎日。パテ成形ですね、こちらが仕上がりと作業時間に大きく影響しますので、大きなへこみを叩いて修正をして、それからですね、小さな歪みをパテで埋めて平滑にするという作業なんですが、こちらの方がですね、やはりたくさん盛ると研ぐのに時間がかかると、少なすぎると足りないのでもう一回塗るという、まあ、繰り返しなんですが、これをですね、まあ、いかに早くできるかということですね。で、最近は、まあ、機械工具がかなりいいのが出まして、その機械工具を、まあ、上手に使いこなすというのが、まあ、早くなるコツではないかと思います。ちょっと不具合があったなというのを覚えておいて、それを次研ぐとき。私もこの業界に40年近くいますので、自分の持っているものをですね、全て後輩の方に受け継いでもらいたいなと、まあ、悪い部分は受け継いでもらわなくていいんで、やはりいいところを真似てもらってですね、早くきれいに、それが自分の力になりますんで、その部分はですね、出し惜しみなく全てを出し切ってですね、後輩には伝えていこうと思っております。村田さんを突き動かす原動力とは一体？やはりお客さんの、まあ、笑顔ですね。きれいに治ってありがとうございます。どちらかというとこちらがありがとうございますと言わなくちゃいけないんですけど、もうすごく喜んでいただくと、まあ、この仕事をしててよかったなとは思います。